クレヨンしんちゃんおたけべ。カスカベ野生王国は2009年4月18日に公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画シリーズ第17作目。上映時間は96分、興行収入は10億円。キャッチコピーは解き放ておバカ本能。本作品から監督が本郷光から市議の明に変更された。市議の明が監督した一つ目の作品。 シギノはギノ・トシユキ名義でテレビ放送第1話から絵コンテマンとして関わっていた。本作の主題歌であるジェロのヤンチャドーはシリーズ初の演歌となる。環境保全が題材になっているが、むしろ環境保護団体の過激な活動への皮肉を描いた作品。原作者である薄井騎人は公開から半年後に亡くなったため、薄井が上映を見届けた最後の作品となった。 TV シリーズ初登場時から、吉永先生を演じてきた高田由美と、双葉昭治の部長を演じてきた郷里大輔が出演する映画としては、本作が最後となった。第20作目以降の吉永先生は二代目の奈々、糸口春日が、第23作目以降の部長は二代目の大友、龍三郎がそれぞれ演じている。テレビ朝日開局50周年記念作品。 横下編ではミサイは、ライオン、ヒロシはカバに変身していた。作中に、東部伊勢崎線が登場するが、登場する車両は、東部東上線の東部5万系電車第一、編成である。映画、クレヨンしんちゃんでは10作ぶりに、及ぶのサブタイトルがつかない作品となった。映画の冒頭で、母を訪ねて三千里のパロディがある。また劇中にも、アルプスの少女、ハイジや インディ・ジョーンズ、センター・オブ・ジ・アースなどのパロディが登場する。新之助が住む、カスカベ・カウタバ、町では、新しい町長に就任した四千種を中心に、エコロジー活動が盛んになっていた。ある日、双葉幼稚園の課外授業で地域の清掃活動に参加していた新之助は、河原で謎のアタッシュケースを発見。その中に入っていた、 不思議な緑色のドリンクを拾い持って帰る。ところがその夜、後で飲もうと冷蔵庫に冷やしておいた、それをヒロシが飲み、さらに、ミサエまでも飲んでしまう。すると、翌日、二人は徐々に動物のような仕草を取り出すようになり、ついにある日ヒロシは取り、ミサエは表に変身してしまった。驚く一家のもとに、突然、分別と名乗る男が率いる、謎の集団が現れ、 その場にいたカスカベ防衛隊とヒロシたちを捕らえる。カスカベ防衛隊の面々はなんとか逃げ出すが、ヒロシとミサイは謎の集団に連れ去られてしまった。そんな中、新之助とカスカベ防衛隊の面々は謎の集団を追って現れたビクトリアと名乗る女性と出会い、彼女から四禅の正体を知らされる。四禅は実は過激な環境保全組織。 西部キーピング・ビューティフル・アースのリーダーで人類を動物に変えることで環境破壊に歯止めをかける計画、人類動物化計画を進めており、ヒロシとミサエが飲んでしまったドリンクは彼がその計画のために開発した人間を動物に変えてしまう人類動物化ドリンクだったのだ。そして一度人類動物化ドリンクを飲んで動物になってしまった人間は 自分が人間だったことや人間だった時の記憶をすべて忘れてしまうのだとも。四禅が、ヒロシたちの体から人類動物化ドリンクのエキスを取り出そうとしていることを聞かされた新之助は、ヒロシたちを救うべくひまわりと、白、ビクトリア、うっかり失敗作のドリンクを飲んで反動物化した、カスカベ防衛隊とともにスコーブの基地へ向かう。 運よく分別を見つけ合ついていくと基地への秘密の入り口を発見。カスカベ地下には手付け数の森が広がっておりそこの中心地に基地はあった。動物の力を使いピンチを乗り越えていくカスカベ防衛隊だが、新之助が原因で捕まってしまう。四千の前に連れてこられたカスカベ防衛隊。四千がことを起こすに立った理由を聞かされるが、怪しい大人としか思わず。 そして、新之助は、完全に動物となった両親と対峙する。ひょうになったミサイに傷つけられる新之助だったが、お尻がきっかけでミサイは、記憶を取り戻し部屋を脱出、人力発電をさせられていたカスカベ防衛隊を、解放した。野原一家は、スケ部幹部の前橋に勝利、動物の力を駆使し優位に立つカスカベ防衛隊、先に潜入し捕まっていたが目を覚まし基地を。 破壊していくビクトリア。排水設備が破壊され、水流に飲まれる新之助たちがたどり着いた先はカスカベ、そしてついにヒロシも記憶を取り戻した。しかしいつものカスカベは動物でいっぱい、四千の計画は止まらず住民が動物になっていたのであった。地下からモニュメントが浮上し四千との最後の戦いが始まる。四千は特製ドリンクで怪物に変身し、 野原一家を追い詰めていく、新之助も動物になるも優位は変わらず、絶体絶命のピンチになるが白マになったひまわりが、助けに入り形勢逆転する。なおも諦めの悪い四禅だったがそこに、ビクトリアが現る四禅の妻、両子であったことが知らされる。四禅守るが過激な、計画を起こした理由は自然を顧みない人類への、絶望だけでなく、支えとなる妻。 両子の浪費とゴミの分別をしないといった自然を、帰り見ない姿勢であった。夫婦喧嘩をする四前夫妻、両子は動物化ドリンクを飲もうとするが守るはそれを引く、愛する妻だけは動物にすることはできなかった。愛は地球を救う、愛を取り戻し四前夫婦は仲直り、動物化した人間は一人残らず元通り、広ロは今まで以上に環境を意識、 おバカをする新之助が叱られるいつもの日常は帰ってきたがそこにはいつも以上に優しさで溢れていた。2009年度公衆10億円以上番組日本映画制作者連名2010年1月発表ありがとうございます。